どうも小走りです。今日はですね、リンメルって知ってる方が多いと思うんですけど、今回紹介するのがこのリンメルロイヤルヴィンテージアイズの014番テラコッタブラウンです。大人の印象にしてくれるテラコッタカラーになってます。今年すごいトレンドのヴィンテージカラーになってて、ちょっとくすみがかったラメ感のあるアイシャドウになってます。さっき見せたと思うんですけど、すごい大人っぽいパッケージで高級感のある感じになってて、ロイヤルヴィンテージアイズがもともとすごいいろんなカラーがもう出てて、9月7日に2色新色が入るみたいです。でその全色が1500円で、なんかシリコン系の油を多く含んでるから、すごい薄く伸びのいいしっとりとしたテクスチャーで、水や油を弾くからすごい発色が続くらしくて、結構長時間つけてるとアイシャドウがくすんできたりしちゃうんですけど、それがないらしいです。早速まぶたに塗っていきたいと思うんですけど、もう今実はもう塗っててこんな感じですごいナチュラルで可愛い色になるので、どういう感じで重ねるとこうなるのかを説明しながらやっていきたいと思います。ではこっちを落としてきたので始めていきます。中を開けるとこんな感じにチップと4色が入ってるんですけど、まずこの一番明るい色をまぶた全体と涙袋に塗っていきます。こんな感じに塗れたら、次にこの色を二重幅よりちょっと広めに塗っていきます。こんな感じです。そしたらこの色を二重幅に塗っていきます。こんな感じに塗ります。そしたら最後にこの締め色を細いチップに取って目尻3分の1に塗っていきます。こんな感じで完成しました。塗ってみたんですけど、なんかもう私が押せるところはとにかくラメ感が可愛いっていうところですでこんな感じですごい大人っぽいブラウンカラーで、ちょっとくすみがかってるんですけど、ナチュラルな感じに仕上げてくれるのでめちゃくちゃ良いです。でさっきシリコン系の油の話をしたと思うんですけど、本当に薄く広く簡単に伸ばせて均一にしてくれるんですよ。だから全然ムラがなくできるので、なんだろう、グラデーションとか苦手な方はすごいおすすめします。ドアップにするんですけど、本当にこういう感じでラメ感が細かくてツヤっとした感じにしてくれるんですけど、ド派手な感じじゃないので、いろんな人がつけやすいカラーとラメ感だと思います。はい、ちょっと髪型をセットしてきました。結構薄くつけたのにすごい綺麗な発色で密着してくれて、粉浮きもしないんですよ。だからつけてても全然重く感じないし、色もくすまないので、長時間の仕事とかなかなかメイク直しができない方にすごいおすすめします。で今回新色の一つのカラーを紹介したんですけど、もう一色がちょっとここら辺に出しておくと思うんですけど、画像をブルー系のカラーになってて、スモーキーな感じのカラーと、あと今回紹介したテラコッタのカラーの2つになります。今回の2色に限らず、ロイヤルヴィンテージアイズが他にもいろんなカラーがあるので、そちらもよかったら見てみてください。で詳しい内容は概要欄に URL を貼っとくので、そちらから覗いてみてください。では今日の動画はここまでです。少しでも気になってくれた方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。ではバイバイ。